ドジャースの大谷翔平投手は19日、日本時間20日から本拠地でメッツ3連戦に臨む。17日、同18日の本拠地、ナショナルズ戦では4打数3安打の固め打ち。31安打は同僚のムーキー・ベッツ内野手に並びリーグ最多となった。データ解析システム、スタッドキャストでひもとくと、打者。 大谷が年々進化していることが伝わってくる。画像、大谷翔平に、お前がやれや、ベッツが指摘。なんといっても打撃の安定感が今年は違う。データ解析システム、スタッドキャストの指標で打率の期待値を示す、XBA は360。ここまでリーグ上位1%に入る数値で、2021年。 266万2022年、275万2023年、295と年々成績を上げてきている。打率の期待値の向上によって、長打率の期待値、XSLG もアップ。自己最多46本塁打を放った2021年は XSLG612、初めて本塁打王に輝いた2023年は、638だったが、 ここまで682を記録している。こちらもリーグ上位1%に入る数値だ。アウトの内容も変わってきた。打席のうちの三振の割合を示す K% は18.5%に。2021年はリーグワースト7%に入る29.6%だったが、こちらも2022年24.2%。 2023年23.9%と年々向上させている。さらに、ゴロライナーフライなど打球の割合は、ここまでゴロ31.3%、ライナー37.3%、フライ26.9%、昨くはゴロ42.6%、ライナー22.7%、フライ30.3%だった。ライナーの割合が増えていることから、 しっかり芯で捉ええていると言えると今季は開幕から自己最長の8試合40打席本塁打が出なかった打球に角度が出ていなかったが今では打球角度14.2%メジャー平均12.3%と回復してきた松井秀喜氏を超える日本人最多の通算176本塁打は5試合足踏みとなったがデイブ・ロバーツ監督は ファンタスティックと称えていた。記録更新は時間の問題と言っていいだろう。